俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコアレです。今回はですね、また新しいリスマラの話していこうと思います。まあ、話していくリスマラがですね、まあ、今日から始まってます。この、新学期祭り出席のこのイベントですね。5日からですね、11日までできますので、進撃の巨人の、まあ、コラボレーションが終わっても、まだまだリスマラは続くと。僕のリスマラはまだまだ終わらないといった感じになっているんですけど、方法を話していこうと思います。もう画面上に映ってるんで、大体皆さんそのお察ししていただけてると思うんですけれど、ログインするだけでですね、新しくキャラを作ってログインするだけでこの本がまずもらえます。これをまず受け取りますね。本を受け取っておいて、ここからですね、まあ、新しい金券の60金券のガチャがあるんですけど、これを交換して回すと、それだけです。マジ簡単でしょ。まあ、これでですね、まあ、例えばダイヤが出たりした時は、まあ、今出てますけれど、まあ、普通に進撃のログインイベントの勲章を交換して、バッジを交換してですね、ここから交換でダイヤパックをもらってで、まあ、600ダイヤだったりとか500ダイヤ乗せてからガチャを回したり、まあ、あとですね、まあ、いろいろ中身も入っておりますので、まあ、それを狙っていくといった感じですね。まあ、このバススキンが当たったら、まあ、いいかなと。そんな感じですよね。バススキンとか、まあ、セットだったりとか、そこら辺をですね、まあ、当てていければいいかなというリスマラですね。まあ、早いスパンでですね、回されたいと、回したいという方はですね、このリスマラされてみても良いのではないでしょうか。僕的には、このね、箱の中にトレーニング勲章が入ってますんで、ここがは一番うまいかなといった感じですね。トレーニング勲章を引いてから、ここからさらに X 型バイクのパックを交換して、交換したパックから栄光物資勲章を出して、その栄光物資勲章からセランスキンを出したいと。ワンチャンそのセランスキンが出る可能性もあるといった感じですね。めちゃくちゃ可能性低いですけれど、なくはないといった感じなんで、まあその進撃のイベント終わっても、まあワンチャンは、ワンチャンは狙えるといった感じですね。0% でない以上、リセマラプロはですねやるんですけれど、で 0% の期間っていうのもですね、もちろんありますから、そういう期間よりは、まあ、可能性があった方が、全然いいのかなというふうに思います。このバススキンも一応ね、値段で言うと、まあ、そこそこ高いんですよね。3000金券するんで、さすがに3000金券で出して買うぐらいだったら、まあ、リスマラで出してですね、適当に遊ぶぐらいが、まあ、僕はちょうどいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、これで、まあ、いろいろバック回した後、設定開いて、ユーザーセンターから新アカウント作成をしていくと。まあ、毎回ここまでも説明しておきます。なんか結構、コメントあるんでですね、わかるかなと思ったら結構質問されたんで、まあ、これでキャラ作って、まあ、説明しよっかなと。まあ、毎度毎度ちょっとね、細かいとこまで説明していきますよ。まあ、リスマラプロがですね、リスマラ初心者もきちんと支援していく、まあ、こういう気概も大事かなというふうに思いましたので説明していきました。まあ、ここからも説明せんでもいいですね、わかると思います。まあ、今回のリスマラですね、まあ、いろいろその銀貨もですね、一番最初の作ったキャラの時にもらえますんで、まあ、進撃イベント中はですね、テーマとかも狙いながらですね、早いスパンで回していけると思います。まあ、結構ユサギの端末だったら40秒ぐらいで一周回せますし、まあ、時間かかってもですね、1分ちょいぐらいで回せると思いますんで、まあ、手軽にリサマラしたいなという方はこのリサマラされてみても良いのではないでしょうか。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知のオンをよろしくお願いします。 Twitter やってます。フォローバッシュろと言われたらフォローバッシュますのでよろしくです。 TikTok 見れてもそちらの方のフォローもよろしくお願いします。 TikTok もうすぐファン数7000超えそうです。皆さんありがとうございます。それでは。